どうもこんにちは、田中良次です。歌を送っていただいてありがとうございます。この曲の最高音って層のシャープなんですね。層のシャープはまあしんどい。次に出てくるのがファーのシャープ。ファーのシャープもしんどい。ミーはね、めっちゃ綺麗に出てる時としんどそうな時があります。銀河の先に生まれたメロディーを信じて、このメロディーをの D とかがミーなんですね。この辺すっごい綺麗に出てるんですよ。ただ美しすぎる僕らの誓いはの後どこかい、ここでいきなりバーンって力入るんですよ。そういう細かな力みすぎの蓄積がダメージが大きいですね。例えば1番だけ歌詞をこう手書きで書くなりして、ギターとかまあ楽器で音を調べていきます。ミーの場所に丸つけていってほしいんですよ。ミーの音、それとミーより高い音にアンダーバー弾いていきます。でミーより低いやつはもう何も印をしないっていう風に、まずもう1番だけを徹底的にそうやって分けます。でミーより高い音の出し方っていうのは今間違ってて、そこは直さなくちゃいけないです。印つけてないところは歌い出しの銀河の先にぐらいのふわっと歌うところまで戻ってくるっていうことを、やってほしいんですね。サビの中でも意外とねミーより低い音って出てくるんですよ。あ、ここは低いんやから力抜いても出るんやって思って出す。低音域力抜いて出さなあかんところをグッて力入れちゃうっていうのはめっちゃ喉に負担かかるんですね。ここは低いんだと理解して力を抜いていくっていう作業をまずします。でミーよりさらに上ですね、ソシャープまでいきます。ここら辺は違う出し方になってきます。多分真似してみます。どんな風に出そうか、感じだと思います。なんかこの特徴はあーがえーが混ざってて、あーあーえーを混ぜるんじゃなくておーを混ぜます。あーえーえーって横に開くとしんどくなるんで、あーた縦に開きます。もう一つはあーってこう圧をかけちゃうっていう感じですね。上にグッてっていう癖が今あって、それを息を後ろに出していくイメージ。口が塞がってたら息が後ろに行かないっていう感じです。あーもう前にしか行きます。あーって開いて、その開いたところから息を後ろに通してあげます。あーで高ければ高いほどその通っていくところを広く開けてあげるっていうようなイメージです。難しかったらもうあーで歌っていくとかね。で高くなっていったらおーを混ぜていく。あーできるとめちゃくちゃ喉の負担が減るんですね。そしたらあの高い声も出やすくなってきて、まあ、どんどん音域が伸びていくっていうようなイメージです。